ルリゴシボタンインコは、オウムモクオウムカボタンインコ族に属する鳥類の一種。最初に発見されたのは1800年代の末で、初めて人工飼育されたのは1926年に、合衆国においてであった。ドイツ人探検家、グスタフ・フィッシャーにちなんで命名された。ルリゴシボタンインコは、背と胸、甘大岩が緑で、首は、ゴールデンイエローだが上部に向かうにつれて暗い。 オレンジ色になってゆく。頭頂部はオリーブグリーン、くちばしは明るい赤である。お歯の上面には紫ないし青色の羽が見られる。目の周りには白いリングがある。幼鳥は成長と非常によく似ているが色が鈍く、下くちばしの基部に茶色のマーキングがある点が異なっている。ラブバードの中でも小型の部類で体長14から15センチメートル。 体重43から5 8ムである。ルリゴシボタンインコの分布、ルリゴシボタンインコは中央アフリカ東部の小さな領域に生息している。干ばつの年にはより湿潤な環境を求めて、ルワンダやブルンジなど西へ移動するものもある。ルリゴシボタンインコは標高1 1 0 0ルから2 2 0 0ルで小さな群れを作って生活している。 早くまっすぐな飛行をし、音を立てて羽ばたきながら飛んでゆく。草原によって隔てられた木の茂みに住む。甲んだかい声でさえずり、大変に想像し。彼らは、種子や果実を含むバラエティに飛んだ餌を食べる。トウモロコシやアワといった、農作物を食い荒らすと害虫して、時に、農夫たちに忌み嫌われることがある。繁殖期は1月から4月と6月から7月である。 巣は、木のほら、それもしばしばキツツキの古い巣を利用し地上から2から15メートルのところにかけられる。ここで3から8個の卵が23日で孵化して、ヒナは38日で巣立つ。個体数は29万から100万と見積もられているが、保護区の外では、ペット取引のための捕獲により数が減少している。このためこれ以上の、いかなる個体数の減少も防止するため、 輸出許可の発行は1992年から停止されている。水浴びの後のルリゴシボタニンコツガイのルリゴシボタニンコこの種以外でも同様であるが、購入の際にはその鳥が飼育下で繁殖させられたものであって捕獲された野生種でないことを確認する必要がある。これには自然保護や倫理的な理由があるが、捕獲された野生動物は 人工繁殖の動物より病死する傾向が強いためでもある。ことに人はで飼われていたり差し餌で育てられたラブバードは人懐っこく大変良いペットとなる。ラブバードは滅多に人の言葉を喋らないが歳の若いうちからこまめに教えれば覚える可能性はある。ラブバードには適切な大きさのカゴが必要である。通常人はの鳥に対して 最小で 50cm、X50cm、X50cm のスペースが必要とされる。また、かじったり遊んだりするためのおもちゃを与えてやらないと退屈から毛引きなどの問題行動を引き起こす可能性がある。ラブバードは非常に高い社会性を持った鳥なので、一歯で飼う場合は身体的な健康及び健全な精神状態を維持するために、 毎日数時間遊んでやる必要がある。こういったコミュニケーションや毎日の運動、適切な飼育環境が与えられないと、キャビキやその他の問題行動の原因となる。また、適宜切りき等を使って水浴びをさせてやると大変喜ぶ。ブランコやハシゴなどをカゴに取り付けておくと適度な運動になり効果的である。なお、 ペットショップでは鳥型のおもちゃを販売していることがあるが、縄張り意識の強いラブバードにとってはストレスになる場合がある。羽毛の外見から鳥がメスかオスかを見分けることが不可能であることは広く知られている。しかし2007年8月に行われた研究によれば、オスは下側のくちばしの先端が平坦でまっすぐであるのに、対し、メスは小さな刻み目を持っている。 彼らが生まれた時には、正常なくちばしをしているのに、孵化して1ヶ月ないしそれ以降に変化し始める。多くの飼い主が、これが原因で、プラスチックのボールといったおもちゃを破壊するのか、それともあるいは、自分の鳥籠や鳥小屋の壁をかじるのを好むのだと、信じている。ありがとうございます。